仮想通貨関連はコモドと取引所の提携1件だけで、他はキナクサケヘとミイラ発見だけで、それがなかったらもうほとんどありませんよという感じで。はい、2019年2月3日本日ピックアップしたニュースの紹介。まずはアメリカゼネラルモーターズが複数の報道をまとめた記事によると、最終的に従業員1万人以上を解雇する見込みですと。ゼネラルモーターズ側は最終的なこのレイオフにすると60億ドルのコストダウンにつながるとコメントしているそうで、どこら辺があれなんだろうね、その経費的な、まあもちろん自分もそういう会社経営の数字は触っとったことあるか分かりますけど、やっぱ人件費が一番かかるの分かりますけど、あれなんかね、車業界も影響があるんですかね、仮想通貨とかそういうのとかだけじゃないんですよね。でドル安とかそんなところより、自動車業界自体がメディア業界と一緒で新しいプラットフォームへ移る転機を促すという時期なんでしょうね。はい、次。まあ昨日のアメリカが協定から撤退するのをニュースと同時に、ロシアが中距離核戦力全廃条約が撤退し、新中距離兵器の設計をスタートすることを発表しましたよ。ここら辺がもう分かっとったからさ、あれベネズエラにああいうこと仕掛けたんじゃない、多分。なんか今瞬間的にピンと思ったんですけど。はいはい、まあ次。はい、イランでテロ攻撃があり、1人が亡くなって5人が負傷しましたよ。相変わらず本当にいつまでこんなこと続けるんじゃいという感じで。はいはい、次。仮想通貨取引所コインベント、モジュール式マルチブロックチェーンエコシステムコモドが提携しましたよ。提携理由はコインベンが取引所に記載しているリスクある通貨や将来の取引用に記載されているトークンにコモドのブロックチェーンセキュリティサービスを利用したいからですね。これコモドはアトミックスワップもあるし、もっとなんか注目を浴びるというか這い上がってきていこうんかなと思っとったんですけど、やっとることはなかなか難しい当然。コインベンはコモドのネイティブトークン KMD をペア BTC、イーサリアム、USDT でリスティング予定だそうで。はいはい、まあそんな感じで。次。ベネズエラで超大規模なデモがあり、マドロ大統領は議会解散し年内選挙実施すると宣言しましたよ。これ動画でも結構見てましたけど、もうめっちゃあれやね、ほんとこっちの方のあれは。このカオスを呼び込んだアメリカのボスは全くなんか無言貫いてるけど、何をしとんねやという感じで。はい、次。フランスパリで黄色いベストデモに対して催眠ガスを使用して鎮静させましたよ。そこまでやらなあかんってね、これよっぽどやね。これ動画とかでも確かに見てますけど、これ国のなんか納得いかんからデモするのはそこまで何を駆り立てるんだろうね。これ日本人国民としてはそこまでの行動ってなかなかまずしないから、その心理があれだよね、生まれた国の文化環境の違いなんかね、これちょっとなんか本当理解できませんよねという感じで。はい、次。イランが革命勝利40周年に際して長距離巡航ミサイルホベイゼを公開しましたよ。これ恐ろしいのが1000キロ以上の射程距離があって低い高度で飛べるそうで、もちろん動画見ましたけど、こういうのを開発とか研究できる国って結構実はあれなんだよね、金持っとんだろうね。もっと本当あれだよね、プラスの方向になんか研究開発してくれるけどいいけど、なんか負債者を呼ぶマイナスの方向へ行っとるもんね。まあなんとも言いようがないという感じで。はい、次。エジプトの遺跡で2000年以上前とされるミイラ40体が発見されましたよ。このミイラが発見されたのは首都カイロの南西300キロぐらいにある墓地遺跡トゥーナエルガバルで埋まった地下の墓から見つけたそうで、考古学者のモハメド・ラガブによると地下9メートルぐらいの深さにあって墓室は6つ以上ありましたと。でさらにこの考古学者のラミ・ラスミによると12体が子供、6体が動物なんだね。残りは全て成人男女だったって。動物もなんだね。こうやってミイラだからあれだね、これなんかあれだよね、なんか布みたいですよ、くるくる巻いて、あの昨日のなんだツタンカーメンのあれじゃないけど腐食しんようにあれなんでしょ、やるんでしょこれ。はあ、これはすごいね。下の方をスクロールしていくとなんか細かい写真あるんですけど、別記事によっては動画なんかもありますし、グロいとは逆にこういうの苦手なんですけど、思わずなんか神秘的というか、ここら辺の何千年も前の技術が逆にすごい興味があるよなという感じで、うん、最近ちょっとなんかこのニュース出てきてハマってますけど。はい、次はオーラース。日本のキャンピングカーショー2019で私も持っているエンゲル冷蔵庫の藤沢電機がポータブル M シリーズを出展しましたよ。これ今までと違うのがデジタル管理できて温度調整をなんか1度単位で細かくできると。でブースなんかにも他にもこのエンゲル冷蔵庫シリーズのデジタルバージョンいろいろあって、でっかいね持っとるのがこれ本当にキャンピングカーの用で、自分だと肩にかけて持ち運べる1人分用、まあ、もしくは2人3人ぐらいも入れれるぐらいの量ですけど、
意外になんかもうちょいバッテリー内蔵とかなんかごつい装備をなんかアプリ連動とかそういうとこあるかなと思いましたけど、まあまあまあぼちぼち行きたいということで、まあキャンピングカーとかアウトドア車中泊テント泊なんか好きな人は多分ハマるでしょうという感じで、まあさすがに本当にニュースが少なくなると想像できた一方それ以上に少ない感じで、仮想通貨関連はコモドと取引所の提携1件だけで、他はキナクサ系とミイラ発見だけで、それがなかったらもうほとんどありませんよという感じで、実際仮想通貨系や技術系見とっても結局はあのファーウェイの折りたたみをいろんなメディアが報道しておるのと、仮想通貨でも昨日かその前に出とったやつをまだ掲載してないメディアが買い取るというところで、なまあさすがにあれですよね、土日月ぐらいはやっぱり土曜日より特にあれか日月かメディアが動いてないと新しいネタが回ってこんもんで、ツイッターの言及とか、まあ、あとキナクサやこういうミイラ発見はそういうメディア関係ないから即時で出ますけど、そういうとこはなかなか出ませんよねとか、まあ仮想通貨関連はぼちぼちと提携もあり、テックスニュースなんかはメディアが動いてなきゃ流れてこんというだけで、週明ければボンボン増えてくるでしょうというのはさておいて、やっぱきな草系が本当あれだね、各何をそこまで駆り立てるのか、日本人としては本当そこら辺のなんか感覚が全く分かる、いやそんなことやっとんの無駄じゃねえって、もっと他の方向に力入れたらと思いますけど、はいはい、まあそんな感じでピックアップしたニュースが少なくきな草が目立った2019年2月3日ニュース紹介でした。そんな感じで終わり。